です。グループ名は湘南の風。湘南の風、潜伏先とみられる各国と中継がつながっています。ロンドン市内で目撃されているメンバーはこちら、レッドランス。がっちりとした肉体と髪の毛が特徴の湘南の風の主犯格、リーダーと思われます。こちらモスクワで目撃されるのが若旦那。パンチパーマにサングラス、どこから見てもただ者ではない雰囲気ですが、人を動かす力、プロデュース能力もただ者ではないとの噂です。引き続き取材を続けてください。ここでタイから電話がつながっています。バンコクに潜伏していたのがショックアン。どこからともなく聞こえてくるイダテンのリリカルメッセージ。誰も追いつけないスピードで現在も逃走中です。ジャマイカのジュディです。こちらに乗り切りされたのがハンキー。誰もが地元のレゲエミュージシャンだと思い全く警戒していなかったとのことです。この顔を見たらすぐに通報してください。ただいま新たな情報が入りました。湘南の風メンバーが日本に密入国した模様。インターポールは8カ所にターゲットを絞り調査を開始しました。潜伏先とみられる地域住民の方は十分に注意してください。